まずは1人目、グルミ兵庫県 ASP 愛知サーカイパラダイス所属、松本美希。対しますは、この長野県小布施町の出身ですね。小布施スラックライブ所属、ギボンジャーマンライダー14歳、田中沙紀両者によるアナウンスでございます。それぞれの選手には2分間の時間が与えられていまして、ラインに乗っている間だけ2分間のそのタイマーが動きます。ラインから降りた時点で持ち時間の時間は一旦止まりまして、全ての持ち時間を使い切ったところでジャッジの判断が下されるといった内容になりますので、ぜひ皆さん足を止めて見ていっていただければと思います。それではジャッジ皆さん準備よろしいでしょうか。まあ選手も準備よろしそうなので早速行きたいと思います。オープン女子1日2日目ですね、朝一発目の試合です。スタート。さあまずはライン上駆け上りましたのは田中沙紀選手、長野県長野小布施町出身14歳、地元ジャパンライダー。まずは360回転くるりと回りました。幅わずか5センチしかありません。ただのナイロープの上ですね、まるでトランポリンのように選手たちは軽々と身のこなしパフォーマンスを繰り広げてくれております。最後フロントフリップを見せてきました。そして続いて出てきたのは松本美希選手、兵庫県 ASP 愛知スラックラインパラダイス所属、夫婦揃ってスラックライン好きというですね、無類のスラックラインファミリーとなります。スラックラインはそれぞれお尻でバウンスするバットバウンス、そして胸でバウンスするチェストバウンス、背中でバウンスするバックバウンスや足でねバランスとフィートモードスターティングポジションなどなど、非常にいろんなポジショニングがありまして、そこからさらにいろんなポージングを変えてスタティックなトリックを出していくという形でポイントがどこどこ積み重ねてます。足を組んでのバウンス、レディーバウンスという、リバースからスプレドル、ワイティチェスト、そしてニドロップ、ワイティのバスバウンス、彼らが行っているトリック、さまざまなトリック、360のレベルからブレンダー、難しいトリックのコンボを決めてきました。360どういったトリックがあるのか、そしてどういったところが採点評価の基準になっているのかなどなどですね、スタッフランド歴史も含めたことを記載させていただいた3種の方もお配りさせていただいております。初めて見たと思うことなったので、ご興味をお持ちの方がいらっしゃいましたら、どうぞコンプテントの方でお配りさせていただいておりますので、オレンジのコンプテントの方でお越しください。さあ、ライフオープンは松本美希オープンライン、持ち時間のうち30秒を使い切りました。クルックの360にチャレンジしましたが、ここはライン上には戻りません。
全ての時間を使い切りました。田中さん、返しますは残り9秒。松本美希、